皆さんこんにちは、みみりです。今日もご視聴ありがとうございます。少し前にアルマダの海戦をやったと思います。その時にもう一人登場人物として出ていた人を覚えていらっしゃいますか？エリザベス1世です。彼女を抜きにしてイングランドは語れないというほど素晴らしい女王だと言われています。エリザベス1世のお父さんヘンリー8世です。かの有名なゲス夫です。その人の2番目の王妃で元愛人だったアン・ブーリン、彼女の子供です。エリザベス1世もとても数奇な運命をたどるんですけれども、やはりその生い立ちが影響しているのか、あまり結婚には前向きではなかったようです。彼女はとても賢い知性をしたというふうに評価をされています。で、相性がなかなかすごくて、生涯結婚しなかったことから The Virgin Queen、 処女の女王ですね。あとは Gloriana、 これは栄光ある女性という意味です。あとは Good Queen Bess、 良き女王ベス、こんな風に言われています。こんな愛称でも分かる通り、とても国民から慕われた女王です。また私は国家と結婚したなんてかっこいいフレーズを言いながら、生涯独身を貫き、国のために人生を捧げた人です。で、カリスマ的な実行者、そして粘り強いサバイバーとしても知られています。結構長命なんですよね。まあ、出産をしなかったのも大きかったかもしれません。彼女の在位は44年間でとても長いです。ということで、女王の生い立ちから見ていきましょう。ヘンリー8世の動画を見ていただいた方からしたらもうご存知かなと思いますけれども、かなり辛い時代を過ごしています。エリザベス1世は3歳の時に生みの親アン・ブーリンを父親であるヘンリー8世によって処刑されたという辛い過去を持ちます。要は自分の母親が父親によって殺されたわけです。相当なショックだったと思います。さらに庶子の身分に落とされました。王位継承権も失いました。最初自分の子供ができたということでエリザベス1世のことを喜んでいたヘンリー8世でしたけれども、母親の処刑とともにヘンリー8世からも冷遇されることとなります。ただそんな彼女にも転機が訪れます。キャサリン・パーという女性、この女性がヘンリー8世の最後の妻になるんですけれども、キャサリン・パーによってエリザベス1世の名誉、また王位継承権も回復することとなりました。ということで、エリザベス1世とてもパーが大好きでした。しかしここから人生が狂い出します。ヘンリー8世が亡くなった後、この大好きだった義母パーなんですが、別の男であるトマス・シーモアと早々に再婚をします。これは大ショック。というのもキャサリン・パー、王の命令で、まあ、仕方なく結婚したことにはなってるんですけれども、王が死んだらぜひ戻ろうねとトマス・シーモアと約束をしていたらしいのです。パーのことを慕っていたエリザベス1世、なかなかに幻滅をします。まあ、とはいえ親がいなくなったエリザベス1世なので、パーに引き取られることとなりました。みんなでチェルシーの邸宅で過ごすことになります。めでたくキャサリン・パー、トマス・シーモアとの子を妊娠します。で、幸せな余生を過ごすはずだったんですけれども、まさかの展開が訪れます。当時14歳だったエリザベス、義理の父であった、まあ、トマス・シーモアとよく騒がしく遊んでいたり悪ふざけをしていたということなんですよね。で、まあ、その悪ふざけがどこまでなのかっていうことなんですけれども、トマス・シーモア伝え聞くところによると割とセクシーだったようです。で、まあ、義理の父が寝巻き姿でエリザベスの寝室に入り込む、いやもう怪しいですよね。で、慣れ慣れしく彼女のお尻を叩いたりすることもあったらしいです。もうここまで来るとまあまあやばいですよね。はい、そんなわけで視聴者の皆さんの予想通りの展開になります。で、ついに決定的瞬間が訪れます。ある日キャサリン・パー、エリザベス1世の寝室に行きました。なんとそこで旦那が義理の娘と抱き合ってました。なんという昼ドラ展開、マジかということで、パーはショックを受けます。ショックどころじゃないですまあ当然ですよね。で、この時、まあ、14歳だったので、まあ、どこまでそれを認識していたかというのは定かではありませんが、まあちょっと怪しいですよね。まあ、あまりのショックでパーはエリザベス1世を追い出すこととなります。まあ当然ですよね。パー一応妊娠はしていたので、なんとかその後に出産をするんですが、産褥熱でそのまま亡くなるという最後を遂げます。いや、もう辛すぎます。この義理の父であったトマス・シーモアはもうかなりの野心家の人でした。王室支配をするためいろいろ企てていたようです。
で、そんなわけで女王になる可能性があったエリザベス一世に前々から目をつけていたとのことです。いやもうやばいですね、この時代の人は。奥さんだったパーが死んだ後、すぐにエリザベス一世に求婚をするという最悪展開ですね。よくよく考えてみてください。自分が、まあ、義理とはいえ父親だった相手に、まあ、それなりにセクハラ行為なのか分かりませんけれど受けて、嫁が死んだと思ったら自分に求婚してくるという、なんという展開いろいろドロドロしてますね。まあ、そんなこんなでトマス・シーモアはかなり危険人物と目されておりました。よって1549年の1月、このエリザベスとの結婚により兄の打倒を企てたという容疑をかけられ、トマス・シーモアは逮捕されることとなりました。まあ、結局王室支配を企てていたということがバレまして、彼は斬首刑になりました。めでたしめでたしと言うべきなんでしょうか。これは腹違いの弟エドワード8世が病弱だったためすぐに他界。その後姉のメアリーが王になりました。メアリーからすると腹違いの妹であったエリザベス1世ですが、この姉であるメアリー1世に生涯恨まれていたといいます。理由は自分の母親を追いやったアンブーリン、彼女の娘だったからです。なのでメアリー1世が女王になっている間、エリザベスはプロテスタントの反乱を計画したというふうに疑われて、ロンドン島で幽閉生活を送ることとなります。まあ、彼女いつ殺されてもおかしくない状況ということで、かなり怯えながら暮らしていたようです。このメアリー、フェリペ王子との結婚を計画していることが知れ渡り、イングランド国内で急速にメアリー不満が広まってしまって、多くの人々がこのメアリーの対抗馬としてエリザベス1世のことを注目するようになります。でメアリー1世は残念ながら子供がいなかったので、まあ渋々ではありましたが、腹違いの妹であったエリザベス1世を後継者にしました。でまあ悲しいことに、そのメアリー1世が亡くなった後、その夫であったフェリペ2世から求婚をされるんですけれども、この人の周りにいる男の人もまあまあしんどいなっていう感じがしますよね。25歳で即位をしたエリザベス1世、多くの国民から支持をされることとなりました。まあその前のブラッディ・メアリーがまあまあひどかったので反動もあったのかもしれません。で実際彼女の政策とても評価が高いです。統治のスタイルは他の人と比べてかなり穏健なやり方でした。でモットーの一つに、私は見るそして語らないというものがあります。見るけれども口出しはしないということですね。この方針、顧問団の人たちからはやきもきされていたらしいのですが、しばしば政略結婚というものから彼女を救っています。こういう引いたスタイルがいいんでしょうね。国内の安定のために様々な貢献をしたと言われています。一つ大きなのは国内の宗教問題を解決させたというものです。特にカトリック、プロテスタントどちらかに偏ることのない中間の政策、統一法というものを発布します。もちろん一部の過激派からは甘いというふうに非難をされますが、なんとかこの宗教問題うまく収束へと向かっていくんです。でイングランド女王となったエリザベス1世、各国から求婚をされます。というのも、女王と結婚できればその国の支配権も手に入るという権力のおまけ付きですもんね。だけど、まあ、エリザベス1世様々な過去もあってですね、恋愛には心を揺り動かされることがなかったようです。ただ一部の歴史家によっては、例えば幼き日のトマス・シーモアとの件、これが恋愛観的なものに影響を与えたという人もいますし、あるいは、まあ、自分が不妊体質であると知っていたのではないかというふうに推測している人もいるんです。まあ、あと結婚と斬首刑がセットになっているケース、これをよく見ています。なので、まあ、そういう心理的な要因があったのかもしれません。ただこのエリザベス1世、浮いた噂がなかったわけではありません。何人かの恋人がいたようです。まあ、結婚とか後継者問題って特に女王になると自分の立場を危うくしてしまいがちですよね。でそれがなかったことが、彼女が長期にわたって安定した政権を保てた秘訣だったのではないかとも言われています。生涯未婚を貫いたエリザベス、1599年には私の良き臣民、全てが私の夫だと語っています。いやもう男前ですね。こんな風に言ってみたいです。
もちろんこのエリザベス一世在位期間が順風満帆だったというわけでもありません。途中でエリザベスの殺害計画が企てられたり、それにまつわる親戚のメアリー・スチュアート、この人を斬首したり、またそのことをきっかけにスペインから攻め込まれたりと、なかなかいろいろありましたが、その度ごとに利点を利かし、あるいは素晴らしい人材を採用し、その都度危機を乗り越えてきました。そういう意味ではとても賢帝だったなと思います。今日はエリザベス一世の人生を見てきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。国家と結婚したという言葉通り、イングランドにその身を捧げた人生だったなと思います。自身の成功は輝かしかったとは思いますが、それ以上に苦しみを抱えていたんじゃないかなというふうに思っています。まあ、その光と影、そういったところがあるのも魅力かなと思います。こんな感じで私のチャンネルでは、歴史や戦争に関する面白い分かりやすい解説を目指しておりますので、よろしければチャンネル登録いただければと思います。はい、ということでまた次の関連動画でお会いしましょう。じゃあねー。